はい、こんにちは、ミカスです。ペット、うちワンコ3匹いて、ミニチュアダックスのロングヘアっていうやつなんですけど、まあワンコだったり、ニャンコだったり、結構毛が抜けるペットと多いですよね。でですね、皆さん、掃除ってどういう風にされてますかね。例えばうちなんかは朝掃除機をかけて、でもうお昼ぐらいになると床にね、なんか西部劇の藁みたいにね、こう毛がふわーってこうくる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 ってこうなっちゃうんですよ。でなんかいい方法ないかなと思って、ロボット掃除機、あれ一回買ったんですよ。でロボット掃除機買ったんですけど、ローラーに毛が絡まってローラーが動かなくなるっていうなんか感じなんですよね。でロボット掃除機って吸い込むというよりはこうブラシでかき集めるっていう構造なんで、あんまりこうペットの毛には向いてなかったかなっていうところなんですよね。でかといって朝掃除機かけたばっかりなのにこうでっかい掃除機出してきてっていうのもめんどくさいじゃないですか。でもう見つけた時にすぐペッてなんか取る方法がないかなと思ってたらあったんですよ。今回紹介するのはこちらです。ね、まあ、ダイソンのハンディタイプの掃除機ですね。ですね、まあ、ハンディの掃除機って結構いろんな種類があると思うんですけど、ただ、まあ、大体充電式なんですよね。どれもこれも力が足んない。ただこのダイソンのね、ハンディはハンディの中で多分一番力があるんじゃないかなと思います。吸引力ですよね。でこれがあればもうゴミ見つけた瞬間、で今ちょっとねゴミこれ入ってるんですけど、こんな感じですね。最強。もうねこれ買って1年ぐらい経つんですけど、この1年間で買ったものの中で 1,2 を争うぐらい便利かつ使い込んでるものになります。ですね、一応これこういったね、中のブラシが回転するタイプのものとか、あとここにモハモハがついてるものがついてくるんですけど、結構オプションもいろいろあって、こうホースだったりとかね、いろんなのがあって、これね車の掃除なんかにも使えるし、すごく便利です。でね、ゴミを捨てるときはここに赤いの見えると思うんですけど、ここピッてやったらここパカッて開いてすぐ落ちるし、非常にね、ペット飼ってる方はこれが部屋に1個あるだけで全然世界が変わるっていうぐらい、部屋をきれいに保てるんじゃないかと思います。非常におすすめです。ただこういうサイクロンタイプ全般に言えるのかもしれないですけど、弱点があって、粉物は吸うなっていうことですね。粉物吸うとこの中で大変なことになって、で一応フィルターがここにも入ってるんですけど、そこも目詰まりするし、粉物は紙パックで吸ってください。はい、ちなみに音はこんな音がします。はい、ということで、ダイソンの、モーターヘッド DC3、 これは31っていう型番ですね。 DC31、まあ、ダイソンのハンディタイプの、クリーナー掃除機の紹介でした。じゃあね。